君柴山会会長発言の機会をありがとうございますす自由民主党の柴山雅彦でございますまず、憲法審査会の今後の運営につきまして、私も意見を申し上げたいと思います。週1回の定例日には確実に議論をしていくということ、そして、並びに複数の論点をしっかりと論点整理をして開催をするということ、そして、 その際には、例えば各党が参加する幹事婚において、論点整理についてしっかりと議論をしていくということ、これらの点については、私は当然のことだというように考えております。さて、その上で、私も審議の優先的な課題として、コロナ対策がまず来るということについて、主張をしたいというふうに思います。 すでにこの審査会でも何度か議論をされている任期の特例については国会の国権の最高機関であるという性質そして明文で明らかにこの会期の延長について定められていないということを考えても 改正の優先度は極めて高いと思いますし、また、憲法54条の2項において、参議院の緊急集会が、衆議院が解散されたときにのみ、開催をされると定められていることからも、これを緊急事態条項の一つとして議論をする必要性は極めて高いというように思います。先ほど事事からこのの緊急事態の 任期の延長の中に、感染症を含めるべきだというご意見が出されましたけれども、これは極めて傾聴に値する意見だと思います。ぜひ、しっかりとこの問題についても、徳出しで議論をしていくことを提案をしてまいりたいというように思います。そしててて先ほどど来あの議論が出出いいる出席の定義についてでありますけれども これについても、私も、明文の改正なく、オンラインで出席をするということができるという意見に賛成であります。ただ、その際に、出席という概念が、実はの他にも複数使われている、例えば、憲法57条では、両議員の会議が公開とされることに関連して、 出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができるですとか、あるいはより重要なのは憲法63条で、内閣総理大臣、その他の国務大臣が、 議案について発言するために議員に出席することができる、あるいは求められたときには出席しなければならないと書かれている部分があります。この国務大臣の出席については、例えば海外出張など、正当な理由がある場合に、必ずしも大臣本人が出席する必要がないではないかという議論がありますけれども、まさしくこのような場合にこそ、オンラインを使った出席が可能ではないかという議論が当然、 あるべきだとすれば、この出席にオンライン会議を含むことの理由として、コロナなどの緊急事態が必要なのか、それともそれ以外の正当な理由も含むのかという議論は私は必要だと思いますし、また先ほど議論が出たような本人性の確認、また今、紹介した その会議の公開性との関係で、いかに発言者がその場にいるかということが、えー、国民の代表として、えー、他の方々に一般に可視的であるかあということ、えーまあ、そのようなことを議論をすることが、私は必要だと思っておりますし、えー この場で、まずその出席がそのオンライン会議を含むのかどうかということを先行して決議を得るというよりは、この出席ということに、やはり本人の可視的な状況で議論に参加をする要請があるというその文言の本来の趣旨を踏まえて、しっかりと議論をした上えで、限界づけも含めて 私はあの結論を出すべきだというように考えております。以上でございます。はいえー、次に。